のロマンを探索するモケジョ、探索です。今回は鉄道車両金属モデルコレクションの14号 EF58 型電気機関車の53号機となっています。日本の鉄道史に残る流線形車体の花形機関車、87分の1ビッグスケールモデルの HO サイズとなっています。タッチミさん、いつもありがとうございます。あ、今ねこれ集めてるんだけど、あと1個なんかガッタガタ、なんかね大きさがさまちまちでさ、厚みとか大きさがまちまちで、なんかこんなガッタガタンゴトン鉄道だけにすいません、あのしてるんですけど、あと15号でたまりまして、このヘッドマークマグ3点セットがもらえるみたいで楽しみです。ありがとうございます。カエルくんが紫になりましたね。まずじっくり見てから解説していきたいと思います。まず正面、じゃじゃん、あ、プーさん山手線買ったんだ。緑のね、前回のやつですね、先週紹介したやつ。これはライトですね。そしてこのなんてワイパー上から出てます。上から出てるワイパーは青い塗装されています。そして EF58 型の53号機です。ライトは赤く、なんか蛍光塗料かなんだろうね、なんか塗られてます。そしてこのシルバーのおひげ、ひげって言われてるんでだよね、多分ひげが書いてあります。いい色だね、このクリーム色の、黄色いクリーム色と青のツートンカラーです。泣いてるみたい。と敷石ね、毎回一緒ですけど、こんな感じでちゃんと石が詰まっております。そしてここににょろっとなんかあって、ここにピッピッとアンテナがあります。そして横見ていきます。これがなんて書いてあるかな、ミヤって書いてありますね。ミヤ 11.0、 11.5、なんとか算、割り算とかかな、46の1、なんとかこう、なんだろうな、検査表記、もうちょっとアップしてみますね。わあ、読める、検算だ、検査の検になんとか取り口って書いてあって、 S っていう文字が書いてあります。車輪はこんな感じで塗装されております。よく見えますか、高取工場。ここの縦線は何だろうね、パンタグラフがあります。じゃーん、すごいね、綺麗に作られております。大阪鉄道管理局管内、そうなの、ね、これね、こうビヨーンとちゃんと、しかもね前回はねピトンってなったんだけど、今回はねこれでね止まってくれます。ほら、いいでしょ、素敵でしょ。ただねちょっと気になるのが、ここはねこのパンタグラフを支えてるここのとこの四角いこの青いラインが、青いなんかポコがあるんですけど、ナブリンさん、まんじまして、徹子の部屋徹子の部屋です。ここにポコがあるんだけど、これあんま見えんか、こっちのポコはねなんか流れちゃってるの、ここにポコがあるでしょ、このパンタグラフを支えてるやつ、見てこれ、なんかどうしちゃったのこれ、なんか失敗しちゃったんかねこれね。あのここはあの金属ですね、ここは金属で、これとこれはプラスチックですね。あとここに
金色のピアノ線みたいのが3本。これもピアノ線っていうか 鉄っていうか金属です。ここね、いつもはここの中のつり革がさ、山手線の場合はつり革が見えてたんですけど、今回はない。中身がないですね。で、日立のマークがついてるので、日立製作所で作られたものと思われます。通勤電車じゃないけん、つり革がないな。こっちが後ろです。これどっちも同じ顔してるんだけど、前と後ろ。やっぱこういってガタン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 、こういってガタンガタンガタンっていくんですかね。どっちも前になるんかね。こっちもね。ただね、こっちのパンタグラフちょっとおかしい。こっちはまあまあ普通のこうひし形になるんだけど、この上に乗っかってるやつ、これがですね、なんかこっちなんかこれなんか変じゃない？これなんか歪んじゃってるのか。こうなっております。中にさまざまな機械が積んであるの。あ、そうなんだ。あ、だけ中見えんくなってんだ。ここがね、ちょっとね、ちょっと細かいこと言っていいかしら。ここが斜めってんだよね。ここ見てわかるかな。ここがさ、斜めってない？これなんかね、歪んでおります。いろいろ歪んでおります。これだってさ、絶対まっすぐじゃないよね。これこれもご愛嬌でしょうか。足のこの何これ、こうステップもね、精密にね再現されております。あとここにはね、ここには1っていう数字と S って書いてあります。で、ここは綺麗にシルバーに塗られています。で、ここに1、2ステップあって、ここにこんなね細かくあります。1、2、3、4、ここはシルバーで手すりが塗られています。めちゃめちゃ細かい。機関車は客車や貨車を引くためにあるものなので、乗客は基本乗れますそうなんですね。外れ品だったかな。本屋さんでいただいて、本屋さんで取り置きしてるやつなんで外れだったかしら。はい、じゃあちょっと解説していく前に、解説していこうかなと思ったけど、測ってみましょうか。でかいでかい。ちょっと、はい、いきますよ。何グラムかぴったり賞はいるでしょうか。450、いきます。じゃじゃーん。あ、全然違った。276でした。今度ね、ちょっとパンタグラフがあるやつはバラさずに、パンタグラフないやつはバラしてもいいかなと思っている。今回はバラしませんが、ここに2つネジがあるけん、ちょっと今度ねバラしてみようかな。どの角度がお好き？なんかね、朝風のね話もあったんでね、朝風も用意しています。朝風の上にこれ乗せての、こういう感じでいきましょうか。朝風見えん。朝風重たそう。はい、 EF58 号型は、58は当初は箱型車体にデッキがついた質素なスタイルでした。なのでこんなかっこよくなくて、もっとなんかもっと真四角な感じで、でなんかデッキが、ここ後ろにデッキがついちゃったんだって。で、質素なスタイルだったんだけど、後にこのようなスマートな流線形車体になって幹線の花形となりました。ゴジラ初上陸の時に蹴り飛ばされたことがある。それ以降怪獣と鉄道の因縁の関係です。だって、そうなんだ、面白い。まあ確かに見た目違うね。あ、そうなの？朝風と比べて、いや、一緒。あ、本当だ、ちょっとこっちが長いね。本当本当だ。なんかこれもこれでいろいろバリエーションがあって、これは大窓タイプで、
途中からこれがちっちゃくなって小窓タイプにもなったり、ここのところにゴムがついてゴム素材で窓を縁取りしたりして改造しました。あとは雨水をが窓に垂れるのを防ぐ水切りが追加されて、これが二重まぶたのように見えるっていう、さっきの66号機とかそのやつかな多分。それからトンネルの天井から下がったつららが、ここにつららができるんじゃなくて、トンネルの天井にぶら下がったつららがガラスに当たったら突き刺さるけん、それを防ぐためにつらら切りって呼ばれる日差し状の装備を追加しました。っていうのもそういうバリエーションも、窓周りだけでもいろんなバリエーションがありましたっていうことです。58型、もともとブドウ色2号っていう茶色だったんだけど、その後試験塗装や青大将、カエルかな、青大将と呼ばれる東海道本線昼の急行の塗装、さらにブルートレイン20計客車に合わせたカラーリングも出現した。このモデルは端部の幅がしぼまられて前頭部に丸みがあって流線形スタイルになりまして、本シリーズのモデルは昭和28年日立で製作された前面窓天地方向大きい大窓仕様の53号機で、青とクリーム色の一般色になった昭和40年頃をイメージして製品化しています。パンタグラフはこうやって綺麗に、まあ、横を向いてますけど、こちら私のはなんかもうすごい方向です。何この方向は、こんな感じになっています。お召し列車は東芝が60号機、日立が61号機を作って、ステンレスのひげ飾り、これね、ひげ、足回りの主要部は磨きをかけて、装飾っていう意味もあるけど亀裂などの損傷を発見しやすくする工夫も兼ねておりました。通常は錆を防ぐためグリスアップするんだけど、お召し列車は磨き上げられた。万が一の故障時も対応しやすく、運転台同士の通話ができる電線管も取り付けられていました。ということでツヤツヤされてたの。へえ。次回はですね、じゃん、第15号、スマートな外観で人気を集めた C57 型の蒸気機関車の1号機です。蒸気機関車3つ目かも。お楽しみに。4月11日発売です。来週かな、なんか隔週間の割に毎週出てる気がする。機関車3つ目とも、39かな、39はもう終わりました。39の時とデゴイチの時と、チャラチャ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 ダララララララタラララララララ、皆さんありがとうございました。終わります。それではありがとうございました。だんだんコタンク様によろしく、ありがとうございますですね、バイバーイ。
take it.